プロ野球 d n a ヤクルト14日横浜スタジアムヤクルト村上宗隆24 2開幕から13試合目54打席目にして待望の今季初アーチが飛び出した前日にプロ初の2番でスタメン出場し2試合連続で2番サードで出場村上のシーズン第1号はプロ入りして昨年まですべて神宮球場だったがビジターでは初めて 村上は1回1シ無走者の第1打席、カウント1対3でデンナの先発、大抜きの143キロストレートを強振、センターバックスリーン左へ1号ソロを放り込んだ。村上は18年、プロ1年目に史上64人目、高卒新人では7人目のプロ初打席で初本塁打をマーク。19年にレギュラーに定着して以降は22年の開幕から7試合目。 26打席目での初本塁打が一番遅かった。今シーズン、村上はこの試合前まで38打数10打の打率263、打点1で長打は2塁打が1本のみだった。9日、阪神戦、神宮、では4四球と勝負を避けられる場面も多く、今季14四球はリーグで唯一に桁台で最多となっている。出塁率472は巨人。 岡本はの5割についでリーグ2位だった村上のシーズン初本塁打18年9月16日広島戦神宮プロ初打席19年4月4日 d n a 戦神宮7試合目18打席目20年6月20日中日戦神宮2試合目7打席目21年3月27日 阪神戦、神宮、2試合目、8打席目。22年4月1日、d n a 戦、神宮、7試合目、26打席目。23年3月31日、広島戦、神宮、1試合目、1打席目。24年4月14日、d n a 戦、横浜スタジアム、13試合目、54打席目。